スティーブ・ジョブズの名言の中で墓場の中で一番の金持ちになることは私は重要ではないつまり死後にいっぱいお金を残せたからといって仕方がないと言ってるんですよねまあこれは生まれてきた時も生きている時もそうでしょうねあのお金がいっぱいあることが幸せそ,れそうじゃないんだよとやっぱり一日が終わった時にああ今日も一日 いいことをしたなーって思えるのが全てのがてて財産だっていう風に言っってるんですよね、まあ、これってのは結局人生が生命を終える瞬間っていうのは誰にでも来ると思いますけどもその時にああよかったと思えるのかあなんでこんな人生のやつだったのかなっていうふうに極端にはこの2つに分かれると思うんですよね。まあそこそこまあよかったかなと自己納得するところはあってもやっぱりやり残したこととかあの恥を知らずにねやっとけばよかったとかね思うことって結構あるんですよねね、うん、やっぱり、ね、私もね。 もっともっとね若い頃にね例えば10代の頃とか中学生の頃にちゃんとね思いをね言葉にすればよかったなと思いましたね例えば何かかわいいなと思った女の子に告白するとかねだ,かだいぶ人生変わってきたんじゃないかなと思いますけどもなんとなくほらうんなんか思春期のはにかみでできなかったりするんですよね今はそんなのあんまり関係なくねズバズバいけるんですけどもまあ若さいうの過ちかなと思います。うん、やっっぱりね今日1日よかかたなと思えるのか 今日日腐って1日終わるのか、それはもうそのまんま今日一日だけではなくって生命を終える永遠の眠りにつく時も同じようなことが言えるのかなと思っちゃいましたけど。